どうですか、うん、全然大丈夫よ。今までみたいに食べられる料理じゃなく、美味しい料理だって胸を張って言えるわ。ついに、ついに私もここまで来ることができました。これも私の失敗を恐れぬ勇気と努力の賜物、そして何よりも陸への愛の力。まあ確かにそうかもしれないけど、毎回味を見て数多くの失敗に立ち会って、時にはなんじゃこりゃってな超ド級の毒味に地獄を見てきた私のこともたまには思い出してほしいな、なんて。そう、そもそも私は女です。つまり適性で言えば男の陸よりも家事に即した感性を持っているのは自明の理で、自然の摂理。はあ、思えば夫に料理の腕で負けているということで、自分自身の至らなさに恥を感じ、どれだけ長い間剣の将来を心に誓ってきたことか。しかしそんな屈辱の日々はもうここでさよならです。そしてこんにちは、私の栄光の未来よ。ちょっと羽生、おーい帰ってこーい、なんてね冗談ですよ。シノには本当にこの一生涯では返しきれないほどの感謝をしているのですから。あなた、だんだんリクに似てきたわね。そういえばリクは？ああ、境内の奥で草刈りをしています。あんまりうるさいので追い出しました。気をつけてください、羽生。何か用なら私がやります。ダメです、家の中でおとなしくしていてください。転んだりしたらどうするのですか。ですね。あ、リク、お疲れ様。よかったわね、リク。今日はごちそうになりそうよ。え、そうなんですか。いやー、よかった。でも私は羽生の作る料理ならどんなものでも平気ですからね。信用していませんね、あなたは。
と、これは美味しい、素晴らしいです。いや本当に。そうですか。はい。はあ、なんて私は幸せ者なんでしょう。羽生の料理なら何でも最高と思ってまいりましたが、これほどまでの高みと深みを味わえるとは。天よ、地よ、そして全世界の神よ、仏よ、私は今あなた方に心から感謝します。ありがとう。えい、うるさい。食事の時は静かにしなさい。子供か、あなたは。はあ、私は本当に幸せ者です。もうこのまま死んでもいい。あ、やっぱり嫌です。せめてこの村が滅ぶまでは生きていたい。縁起でもないこと言うな。もう大げさですよ、リク。やっぱり昼食ご一緒は遠慮しておけばよかったな。空気だけでお腹いっぱいよ。ありがとう、リク、シノ。あなたたちがいなければ、きっと今の私はいないはずです。心からお礼を言わせてください。今さら何？どうしたのよ。私は本当に幸せ者です。今までは誰かと共にあるなど、私は考えたこともありませんでした。羽生？私こそ感謝しています。あなたを人生の伴侶とできて、毎日がこれ以上ない幸福に満たされている。ありがとう、羽生。もう水臭いな。そういうのはいい子なし。大好きな友達のために何かができる、それも本当に幸せなんだからね。リク、シノ。それに、もうすぐ3人じゃなくて4人になるのよ。あ、うちの旦那と子供たちも入れれば7人か。賑やかになりそうですね。そうだ、今度皆さんもここに連れてきては、2つの家族でお花見でもいたしましょう。それもいいわね。りょう、うちのご亭主ね、あいつも無口だから一見とっつきにくい感じだけど、実はお酒が大好きでね。カズヤも庄司もわんぱく坊主で。どうしましたか、羽生。痛い。
嘘、もしかして陣痛？わかりません。羽生、大丈夫ですか？声が出ない。まずいわね、本当に生まれそう。リク、今に布団引いて、夜間にお湯沸かしてきて。あ、いや、でも、羽生のそばを離れるわけには。慌てないの。お父さんなんでしょ？少しは落ち着いて行動なさい。は、はい、わかりました。布団にお湯ですね。今すぐ準備してきます。羽生？羽生？聞こえてる？は、はい。リクが布団を用意してくれてるから、それが終わったら移動するわよ。無理です。こんな痛み今まで感じたこともない。大丈夫、痛みは割とすぐに引くから。ほら、負けないで。シノ、シノ頑張りなさい。お母さんになるんでしょ。子供の成長はどうだろうか。ええ、順調です。とても元気に育っていますよ。そうか、それはよかった。しかし、リューンウォーク、何でしょう。何も言わないんだな。質問の意図が理解できません。どういう意味ですか、羽生。正直、ここまでお前が私の出産に賛同してくれるとは思わなかった。こう大きくなってはまともに活動できない上、いざという時グリフィスに対抗することが難しくなる。グリフィスへの監視と対策を行うお前にとってはあまり望ましくないことじゃないのか。羽生、あなたは一つ勘違いをしています。勘違い。私はリューンウォークです。グリフィスに対する監視を行う以前に、リューンのかつての故郷よりつながる門を司る存在であり、散り散りになったリューンをつなげるのが私の役目。故に私には多くの名が冠せられています。リューンオークと。ですから、各地に散ったリューンだけでなく、新たなリューンに連なるものの誕生を、私は心より祝福いたします。そうか。ありがとう。それに、あなたの出産に反対しない理由がもう一つあります。もう一つ？なんだそれは。私は嬉しいのです、羽生。あなたがそんなにも感情豊かに毎日の幸せを生きる姿を見ることができて。羽生、頑張ってください。羽生、
頑張って、羽生。もうちょっと。リク。はい、ここにいますよ、羽生。握っていてください。はい、もう握ってますよ。違う、もっと強く。あ、はい。頑張りましたね、羽生。なんとかやり遂げました。羽生、リク、立派な女の子だよ。女の子ですか。そう、ほら、抱いてあげて。この子が私とリクの子供。リク、どうしました？まだ体が動きませんか？怖い。羽生？怖いです。教えてください。その子に角はありますか？言ったではありませんか。たとえ角があろうとなかろうと、私が守ると。ですが、それではリクが傷つくではありませんか。それが私は嫌なんです。ありがとう。
あなたにそこまで思われて、私はやはり最高の幸せ者です。からかわないでください。いいから、赤ちゃんはどうなのです？早く教えてください。角はありません。赤ちゃんに角はないですよ、羽生。ほら、羽生。お疲れ様、羽生。そして、ありがとう。もういいのですか？ええ、大丈夫です。そういえば、この子の名前はどうしましょうか？名前ですか？あ、そうですね。そこまで頭が回りませんでした。一体どんな名前にしましょうか。あ、羽生、リク、ほら見て。桜花。え？桜の花で桜花はどうでしょう？いい名前です。はい。実は、桜花という名には、桜の花という以外に、もう一つの意味があります。え？どんな意味があるの？教えて教えて！私の国の言葉に、桜花という単語があるのです。へえ、すごいね！違う国でも、
同じ発音の言葉があるなんて。で、どういう意味なの？桜花の意味は、つなげるもの。つなげるものですか。素敵ですね。いい、最高にいいよ、それ。素敵な名前でよかったね、桜花ちゃん。